アメリカの大統領選挙も迫ってきてるわけですね。一月ちょっと先に。で、同時にですね、石破茂総裁、自民党総裁選に勝利して、まあ、首相に指名されるという状況になり、石破内閣がね、もう閣僚名簿も出てる状況ですよね、発足して。ただこの石破内閣が発足してすぐですね、解散総選挙に打って出ると、衆議院の解散で、11月の9日にやられるということなんですよね、解散はね。そうしますと、10月27日に総選挙が行われると、まあ、投開票になるということになるんですね。まあ、こういう、まあ、激動の状況の中で、この石破政権、というものが歩み出していく上で、このアメリカの大統領選挙で、現在の民主党バイデン政権を引き継ぐカマラ・ハリス大統領、あるいは共和党でですね、まあ、2020年まで大統領していたドナルド・トランプ氏、まあ、前大統領、このいずれがね、大統領になるかによってですね、まあ、この問題について、実は文化タブの方で、まあ、記事を載せられるということもありまして、まあ、私がインタビューを受けると。まあ、翻ってみると4年前、相当ですね、アメリカ大統領選挙についても、YouTube で配信をし、多くの人に好評を得ていたんですね。まあ、かなり、こういったらですけども、アメリカのこの大統領選挙がですね、私が YouTube 界でかなりですね、トレンドに乗っていくきっかけになったということもあります。まあ、ここのところですね、あまりですね、アメリカ大統領選挙、取り上げてませんけどね、この機会に、岡崎さんですね、実は文化タブの編集の岡崎さんのインタビューを受けて、今、どういう状況なのか、まあ、石破政権が日本で発足するにあたり、果たしてですね、トランプ大統領が生まれるのがいいのか、で、カマラ・ハリス氏がですね、バイデン氏を引き継いで、大統領になるのがいいのか、実際どういう可能性があるのか、こういうことについてね、いろいろお聞きいただいて、私が答える形で、取材を受けることになって、これ公開取材ですね、ということをやろうということになりました。ということで、すいません、小田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、まあ、じゃあ、はい、はい、わかりました。まず、まあ、もう結論からなんですけど、トランプかハリスか、正直、今の日本にとっていいのはどっちなんですか？大統領。私は率直に言うと、4年前の状況とは違うんですけれども、私はね、実際にトランプ大統領の4年間だけの任期ですね。これを考えて、まあ、実際に大統領やったわけですよね。その時、いろいろ振り回された問題はあるけども、かなりね、日本にとっていい面もあった、ということを記憶してるんですね。例えば、まあ、尖閣諸島に対する中国がいろいろちょっかいを出す問題についてもね、尖閣諸島周辺で米軍活動を強化する。あるいは、トランプ氏はこの大統領選挙の直前に言ってたんですが、尖閣諸島の中に、大正島と久場島っていうですね、二つのね、米軍がですね、射爆場として、提供を受けてる島なんですね。これ実は中国のですね、尖閣諸島主権主張の大きな弱点になってるんですよ。だって、中国の領土だって言うんだったら、なんでアメリカがね、日米安保条約に基づいて施設提供を受けて、まあ、演習場をアメリカ軍設定できてるか、説明がつかないわけですよね。まあ、こういう状況を踏まえながら、トランプ氏はね、これらの射爆場、実はもう40年以上ですね、使われてないんですけれども、引き続きこれ演習場には設定されてる。そこに米軍基地をつけるべきだと、暫定的に。そういうことを言ってた。そして、いくらかのですね、それを示唆するような米軍の行動があった。これでかなりですね、中国のいろんな海警や、その後ろにいる中国海軍の動きも制圧されてきたということがありました。これが一つ。それからもう一つ、私は象徴的なものを、もう一つだけ言いますと、拉致問題の解決ですね。これは大統領中にも一貫してですね、こういったらですか、我がことのように取り組んだと。実際にトランプ氏は、やっぱり大胆にいろいろ動くっていう特徴はあったもんですから、戦後というか朝鮮戦争後、初めてですね、歴史的に初めて、北朝鮮首脳であるキム・ジョンウン氏ですね、首脳会談を行った。
った大統領になったわけですよね。その際、拉致問題取り上げてるわけですよね。こういう大統領かつていなかったわけですよね。そういう点では、日本の国益に沿うようなことをね、誠実に行う、という点。ただ、これもね、決して、一方的に日本のためにやったということではなくて、日本が相応のね、いろんな安全保障上の負担をするとか、いうことですね、アメリカへの協力を果たすとか、貿易上の問題で、貿易摩擦上の問題でね、ちゃんと交渉にも応じ、可能な範囲でアメリカの経済運営に対してですね、協力する姿勢を示すとか、そういうことの一つのね、見返りっていう面もあったわけで、そこはね、かなり現実主義的かつ実利主義な面があるわけですね。まあそういう意味では分かりやすいわけですよね。それに比べると、バイデン政権のやったことっていうのは、日本に関係のないウクライナ戦争に日本を巻き込むようなことをね、側近であったですね、エマニュエル大使に率先してやらせるとか、あまり日本にとっては好ましいことがないわけですよね。そういう点では、私はそのバイデン路線を引き継ぐカマラ・ハリス氏よりは、トランプ氏が当選する方が、全体の足し算引き算的なものでは日本にいるから。ただ、これ絶対に忘れちゃいけないのは、アメリカっていうのは必ずしも全ての面で日本と国益が一致してるわけじゃない。だから対立する面もあるんだ。で、その対立する面を実利主義的に解決するということを公約して、ポリシーにして、ですね、政治活動の最大目標にしているのはトランプ氏であるという。それゆえにね、トランプ氏が何か日本のために自動的にものをやってくれる人じゃないんだ。むしろ日本が自立性を強めて自主的にかつ自分の主権を自覚して自立した国家として判断をし、対処する、立ち向かうということが一層求められるんだということは忘れちゃならないと思います。はい。それはあれですか、トランプだからなんですか、共和党だからというよりはトランプの個人のパーソナリティに追うところが大きいですかね。共和党の現在の路線でしょうね。というのは、実を言うと、現在でも必ずしも完全にトランプ路線でもないわけですね、共和党。ただ、4年前に比べてどうかって言ったらですね、うん、4年前よりも今の共和党はトランプ色が強いな。ただ、選挙戦を通じてということもありますが、副大統領候補も相当ですね、極端なバンスという人ですね。うん、かなり極端な若いけどね、39歳で若いけども、トランプ以上にですね、過激な発想をする副大統領がついたという。これを共和党は支持したんですよね。あと合わせてですね、実は政治的事件によく影響することなんですけども、7月の13日と9月のですね、この間のですね、2度にわたる暗殺未遂事件。これがですね、相当ですね、共和党の中に影響してる。トランプがですね、本当に使命感をですね、持っていることを通じてですね、要するに神から使命を与えられた男なんだというような雰囲気ができる中でですね、新人の強い人々の多い共和党員の中ではね、トランプに団結を深めたわけですよね、この二度にわたる暗殺未遂事件でね。そういう点ではね、トランプ一色にまとまっているということが言えるんじゃないかなと思います。ただ、あともう一つ一言しますと、カマラ・ハリス氏がですね、かなり情勢的にはね、やっぱりアメリカの現状なんですけども、場所によっては相当有利な情勢になってるわけですよね。激戦区でかなりひっくり返ってトランプ有利になってるところもあるんですけども、でカマラ・ハリスがもし引き続き民主党政権を引き継ぐということになっても、バイデン路線を継続してやっていく点で言うならね、日本は今のようなフラフラしたですね、アメリカ依存の体制を強めていったら、ますます引きずられてですね、いろんな面で不利益を被りかねない。特に戦争の危機を深めた政権であると、いうことをですね、これは、バイデン政権に対する評価として忘れちゃならないんですよね。結局ですね、これはまあ皆さんいろんなお考えがあると思うんですけどね、ロシアを追い込んでですね、開戦させる。まあね、大東亜戦争の開戦の時に日本を追い込めるように、ロシアに開戦やむなしというところまで追い込んだという、策はですね、
一貫して民主党政権、これはバイデン政権のみならずですね、その前の一時トランプで中断しましたが、オバマ政権が一貫してやってきたことなんですね。はいはい、それを考えるならばね、民主党政権というのはそういうね、まあ、積極的にですね、対外的に干渉し、混乱を作り、そこで、地方を固める、コントロール力を強めるっていう、まあ、世界戦略を持ってますから、それに引きずられると、日本もですね、まあ、憲法のことをいろいろ言う人いますけども、戦争を否定している憲法なんだけどもね、戦争に加担する、事実上からウクライナ戦争には加担してるわけですよね、日本もね。まあ、そういうことになりかねないので、やっぱり自主的な判断力を強めることは、どっちにしてもですね、トランプになろうと、カマラ・ハリスが重要になっていると言えると思うんですね。ちなみにこう、トランプになると、ウクライナはどうなるんですかね。トランプはね、かなり積極的に発言しているようにですね、もう大統領を、例えばこれ当選すると。当選したら、まず真っ先にやるのは、このウクライナ戦争を停止させることだ。はいはい。極端な言い方だと、24時間以内に戦争をやめさせることができると思っていると。で、具体的にはですね、もう直接ですね、プーチンに対する首脳会談を、しかも大統領就任前ですよ。大統領就任前、大統領就任式ってのは大体翌年になるわけですよね、引き継ぎになるんで。はいはい。4月6日だったんですけど、それ前にですね、当事国同士とかの会談もし、停戦条件まとめて停戦させると。まあ、これ以上ですね、戦線も動かないし、命を失わせること、まあ、非常に説得力ある発言してるんですね、うん。ウクライナにおいてもね、これ以上命をですね、犠牲にして、はっきり言うと短期的には不可能なね、領土奪還なんて考えないでね、やっぱり命を優先していく、そして国家的なね、存在を立て直すことを優先するべきだという、まあ、ポリシーでですね、他のですね、もうすでに、この停戦合意を作ろうとして、仲介の労を取り始めている国があるわけですね、トルコとか、ね、あるいはオーストリア、チェコとかハンガリーですね。こういうところがですね、まあ、協力してですね、国際的にですね、そういう、まあ、雰囲気を作っていき、会談の場を作るということを、はい、まあ、それで、とりあえずその話し合いをするについてはどちらの側も、武力攻撃が停止だと、多分ね、他の国が言っても今ダメなんですよ。ロシアもね、軍事攻撃停止する気がないってはっきり言ってるんですね。そういう中でトランプのようなですね、ロシアよりも力もあるパワーもあるですね、まあ、国家がですね、国家のトップが物を申せばね、それはまあ、ロシアとしても考えざるを得ない。で、プーチン氏、ね、トランプ氏のこの大統領選挙の最中の呼びかけに対してはね、前向きに検討する発言もしてますね。だからそれはですね、トランプの発言っていうのは、まあ、直接自分が動くということを含めてね、非常に期待ができるところだと思います。はいはい。ウクライナ停戦したら日本は、まあ、停戦した方が得なんですよね、やっぱり現実的には。現実的にはもう、私は得だと思いますね。もうこれ以上、ウクライナの現状の主張を、例えばロシアは不当でも何でもいいんですわ。クリミアも取られました。だから4つの州もね、ロシア連邦に編入されました、うん。これをね、取り返すなんてことは、現状ではね、例えば兵隊の数ではウクライナの方があるんですよね。でも、はっきり言って火力とか装備とかそういう面で、仮に西側諸国の支援があったとしても、はるかにロシア側は凌駕してるんで、駆逐することはできない。うん、一方、ロシアの側もね、ロシアの難点ってのはやっぱり人がいないことなんですよね。うん、大きな国で、まあ日本とほぼ、ここ日本よりちょっと多いぐらいの人口で、うん、軍隊も100万人程度の国なんですが、あの戦線にですね、その半分以上取られてるわけですよね、うん。この状況厳しいわけですよ。それで大きな損害を出すような、戦い作戦をやるわけにはいかない。だから常にですね、飛び道具を使って相手の力を削ぐような形、あるいは相手が集中しているところに、やっぱり火力を集中して、相手の人的犠牲を大きくする。消耗させるという作戦なんですが、これも時間がかかるわけですよ。で、同時にですね、はい、住民が住んでる地域ですから、ロシアがいかにですね、精密攻撃をやる、
人道的に考えながら軍事目標だけ攻撃するんだって、これ絶対に民間人が巻き込まれてですね、これはもう犠牲を増やすと同時に憎しみを蓄積するわけですよね。これはもう戦後のですね、関係改善にはもう最悪の状況になってくるわけで、そうした点でトランプが言うようなね、どちらの側にとっても今やめるのはね、理にかなってるんだと。まあ、ウクライナはですね、今後いろんな構想が出られてるわけですよ。ドイツやポーランドとかなり密接な関係になる。場合によってはポーランドやリトアニアという国とですね、連邦国家になるということも含めて考えている。ね、まあ、これはウクライナの人にとっていいかどうかというのもね、議論が分かれるところですけども、ウクライナの国会も現実にこれを受け入れているんですね、決議して。そういうことを考えると、いいか悪いかは別なんですが、いずれにしても、若い世代がこのまま根絶やしになったり、もう50代の男性までですね、戦線に動員されているような状況ではですね、もう末期的な症状ですから、はい、早くはね、終えた方がいい、ということですね。今、はっきり言うと、ウクライナにとって戦争を終えたくても終えられないっていう、かつてはですね、つい半年前ぐらいまでは、ウクライナ側はですね、絶対にやめないって言ったんですよね。でも、今は逆で、ウクライナ側がですね、そろそろやめようとしてもなかなか取り付くような、島がない、ロシア側で軍事攻撃をやめるつもりはない。当面話し合いは応じるけれども、話し合いの条件として軍事攻撃をやめろということに応じない。これがかなりウクライナにきついんですね。で、まあ、インドやトルコ、ハンガリーなどの取りなしでは今このような状態ですけれども、トランプ氏がもし当選して出てきたらね、そこが変わることになるんじゃないかなという点は期待されていると思います、ね。はい。で、現実に、つい先般ね、ゼレンスキー大統領は、トランプ氏を訪問してますね。トランプ氏を訪問して、数日前ね。はい。そんな具体的な話をしてるんじゃないかと。なるほど。わかりました。じゃあ、まあ逆に、ハリスが大統領になったら、日本にとって、まあ、プラスのことってメリットは何ですかね、ハリスの場合は。あまり考えられないんですよね、はっきり言うと。ただなるほど。ただ、ハリスっていう人が、あえて無理に言うと、史上初の女性大統領になりますよね。はいはい。オバマ氏が、史上初の黒人大統領。史上初をね、民主党は続けてきてるわけですけども、初めての女性大統領で、有色人種ですね。まあ、かなり、黒人って言えんのかな、インド人は黒人って言わないよな。インド系なんですよね、彼女はね。ああ、はいはい。うん、有色人種であるという点が、ジェンダー平等とか、人権とかいう点ではプラスになるし、日本に対してもそういう心理的な影響ありますよね。日本と一番密接なね、世界で一番密接な関係のある国家のトップ、しかも大国のトップが女性である。やっぱりこの、日本でもジェンダー平等っていうものを進めなきゃならない。急にはなりますよ。そういうことがある。